はい、どうもです。今回はね、サムネタイトルにもある通り、ホカホカホリデー高校でね、ようやく中継ぎデッキのね、まともな動画が撮れたのでね、それについてね、喋っていこうかなと思っております。まあ、で、デッキはこんな感じになっていて、まあ、かぐやの枠をね、大神に変えて、で、二次体の枠をね、先発デッキの二次体の枠を、まあ、山口もしくは、まあ、合わせに変えるっていったような感じになってます。で、今回も例に漏れず、授業中にやったので、なんか途中止まってるかもしれないですけど、今回ね、結構忙しかったんで、授業が結構忙しかったんで、時々スキップしてます。マジで空白時間長すぎたので。なのでね、まあ長すぎる感じじゃないですけど、まあ時々ちょっと間が長くなったりはすると思います。で、まあこのデッキについて解説していくんですけど、個人的には、先発デッキよりも全然強いなと思います。まあ、なんでなのかというと、大神がそもそも試合経験点ボーナス 20% をね、レベル45で持ってくれていて、そして西谷を入れていた枠に関しては、まあ、山口もしくは合わせ、自分の場合はね、レベル50だったんで合わせを使ったって感じです。多分サムネタイトルにも合わせがまあ入ってると思うんですけど、自分が合わせ入れている理由はまあレベル50、そしてね、適性が普通に高いからですね。で、試合経験点ボーナス20持ってるということで、これね、全員試合経験点ボーナス 20% 以上持ってるっていうね、めちゃめちゃね、まあ異常気象撃退に特化したようなデッキになってるんですよね。なんで、こういう感じのデッキにしました。で、立ち回りに関してなんですけど、今回話したいのはこの立ち回りなんですけど、はい、あえて避けてます、こういうのは。ホカホカゾーンタック踏めたんですけど、避けてます。なぜかというと、これね、浮き輪に問題して、最初にもらえる浮き輪が今回白だったんで、サーフィンかカヤックに行く。基本的に練習を固めたいんですよね。うん、いろんなところに練習散らしちゃったら、まあ、やっぱり経験点が伸びなくなっちゃうんで、まあそれがね嫌だったんですよね。なんで特にヨットはマジでいらないんで、ヨットに行かせなかったり、今回白だったので、まあ白の浮き輪ならサーフィン、ダイビング、そしてカヤックにまあ人を集められるような固め方なんでね、立花これね、もう早速使っちゃったんですよ、これ、アイテムをね。そう、骨指踏めて、で、立場のね、サーフィンに固定できるので、これはね、もうここを使ってまで、まあ、二人目取りたかったと。やっぱりね、二人目、得意練習二人目ってなると、確率下がっちゃうんですよ、つける、つく確率が。なんで、ね、なかなかこういうのないなと思って、もう早速ね、もう犯しちゃいました。で、9月4週でアイテム増殖して、これで白が2種になったので、これ、サーフィンと、そして、カヤックにね、これは白の浮き輪をつけるって感じです。もしこれが緑の場合であれば、もうちょい仕様が変わって、ダイビング釣りに緑の浮き輪つけて、ダイビング釣りで、まあ基本的にやっていくって感じになってますね。で、白の浮き輪であろうと、緑の浮き輪であろうと、個人的にはダイビングには なるべくつけておきたい感じはします。なぜかというと、やっぱりスタミナの軸上げっていうのがあるんで、まあ知れてるとは思うんですけど、言うてね、そのスタミナボーナスを持ってるキャラが、いないんで、知れてるとは思うんですけど、それでもね、やっぱり、スタミナの軸上げって偉いので、しかも、いっぱい光ってくれたら、本当にスタミナ、全然上げなくて済むので、そういう感じでね、まあ、ダイビングは、まあ、大事にするようにしてますね。で、ここで火薬のレベル上げだと。で、なんで、まあ、こういう組み合わせなのかというと、まあ、ホカホカホリデーで足りない経験点が、技術精神だからですね。なんで、こういう感じに固めてると。じゃあ、まあ、水上バイクでもいいじゃんって話になるんですけど、水上バイクだと、まあそうですね、水上バイクもいいんですけど、水上バイクの場合赤の浮き輪をつけたいんですよね。で、赤の浮き輪って水上バイクでしかいらないので、そういう点も含めると、まあサーフィンであったり、まあダイビングであったりのがいいのかなって言ったような感じです。あと火薬ね。で、今回のサクセスめちゃめちゃ点出たんですよね。なんでそこら辺を見てもらえればなと思います。本当にとんでもなくハマって、まあ授業中ながらやべえなと思いながらやってたんですけど、あとね、授業中だったんで、あんまし感想を覚えてないんですよ。なんでね、なるべくピュアな気持ちで解説できるのかなと思います。で、セクイチ3万2000なんで、まあ最低限ですね。セクイチ個人的には3万ありゃいいと思ってるんで、骨指はうまく踏めた感じです。で、ここは、まあ骨指を踏みながら、まあ異常気象は最短で撃退していきたい感じなんですけど、まあこれもね、どんどん、その、得意練習固定したい関係で、ちょっと遠回りになっちゃうことっていうのは、やっぱあると思うんで、そこら辺は本当に、まあやりながらって感じにはなってくるんじゃないかなと思ってます。で、これに関しては良かったね。なんですけど、ヨットがね、これ、ついちゃうんですよ。まあさっき話で言った通り、ヨットがね、あまりにも弱いんですよね。なんでかというと、余っちゃう経験点なんですよ。筋力と変化って。で、その中でヨットってこの2つの経験点なんですけど、さすがに適温でね、で、ホカホカゾーンを踏めて、
で異常気象撃退できてんで骨髄まで踏めて、まあ役満みたいな感じなんで、これは踏んじゃうって感じなんですけど、これは後々取り消します。なぜかというと、これってね、あれなんですよ、一回ね特技練習消せるんで、それを使って取り消すようにしてますね。本当にヨットって弱いので、もう最後の最後にもうついちゃいみたいな、そういう感じの練習なんでいらないですね。でこれに関してはさすがにダイビングに行くんじゃないかな、うん。まあ、こういう感じでね、なるべくねダイビングに、まあ、特技練習、まあ、入れると、まあこういう感じでダイビングのタックってやっぱ踏むことになるんですよね。その中でまあスタミナが直上げしやすくなるっていうのはめちゃめちゃ強いんじゃないかなと思っております。でこれに関してはもう一律技術です。で初期の浮き輪なんですけど、まあさすがに厳選した方がいいですね。大々赤が出たらまあタイブ方向で全然いいんじゃないかなと思います。もうね、あのこの配置と浮き輪の色次第でマジで後半の伸びって変わってくるんで、前半の経験点がもうたとえ1万5000でも、まあ、配置がうまくできてりゃもう全然セクに取り返せますし、逆にセクリ基地の経験点がどれぐらい出てようと、配置ちゃんとしてないともう本当に伸びがなくなるんで、ここら辺に関してはマジで気をつけておいた方がいいですね。なんでもう感覚としてはセクイチョンを犠牲にするような形でもう配置に全てをかけていこうみたいな感じですね。でそこでまあなるべく骨髄をどれぐらい拾ってこれるかで、まあ結局経験点というのは決まってきて、で今回ねセクイチ配置もうまくいきつつ、なおかつねうまい感じに骨髄踏めたんで3万点の経験点が出たといったような感じになってます。で骨回収も今回良かったんですけど、一つだけね、下振れ要素が一つ、クソでかい下振れ要素があったんですけど、まあ、サムネタイトルにあるように、ちゃんと J ランク行ったので、まあ、もっと伸びしろあるってことですよね。で、ここで大神を、まあ、配置することによって、これで3人ですね。3人ダイビングに配置することができたんで、まあ、スタミナ OK と。あとはサーフィンですね。あとサーフィンと火薬にみんな集められたらいいなって感じになってて。で、これに関しては、あのヨット行った方がいいんですけど、基本的にはね、なんですけど、まあ、他画像を踏みながらこういう感じでタック踏めて、まあちょっとだけですけど気温を上げられる、まあこのサーフィンの練習に行きましたね。で、大神が走ってくれたと。で、この大神が走るかどうかも結構大事になってきて、このチームメイト評価アップっていうのが、まあ早めに走ってくれた方がいいよねって感じではあります。で、これは、まあそうっすね。はい。まあ釣りで、まあ、体力回復しつつ、気温を上げつつって感じになってます。まあこれに関してはもう地味になってくるんですけど、まあ、なるべくね、いらない得意練習をつけないってことをね、心がけるのがいいのかなと思います。まあ具体的にはヨットはあかんですね。で、これは撃退できるんでこっちかな。うん。まあこっちに行って、まあ経験点見てもらったらわかるんですけど、結構出てきてるんで、本当にいいっすよね。うん。そしてここで、まあ筋力はね、めちゃめちゃ余ってるんですけど、まあなんとか行きましたと。はい。で、またね、これ、今、風速9メートルなんで、また次来るんですよ。なんで、次来るんで、どんどんやっておきたいと。で、ここでね、緑の浮き輪が入ってきたんで、ここでね、まあ、緑の浮き輪の得意練習。まあ、釣り行けたと思うんですけど、行かなかったね。うん、これは、次のターンにかけたのかな？うん。一応ね、緑の浮き輪が入ってきたんで、ダイビングとあと釣りですね。釣りに関しても、まあ、行けるようにはなったって感じではあります。なんですけど、まあ今回はそれよりでかいタックを狙っていかなかったですね。で、うん、これは一旦待った甲斐があったね、本当に。これはまあ上振れ要素であります。で、なんで釣りのレベルを上げないんじゃっていうと、これはダイビングを強くするためですね。緑の浮き輪を増殖して、まあ釣りとダイビングの両方に技術の練習改革をつけたいので、まあ今練習上げずに我慢してるって言ったような感じですね。なるべく増殖イベントは、まあ白か緑の浮き輪を増やしていきたいって言ったような感じがあるので、こういうね、まあ街のターンっていうのが、まあ大事になってくるんじゃないでしょうかと。で、これも、まあ火薬ですね。これで火薬で立ち花をまあ固定できたので、これ2キャラ目かな。まあ、ちゃんと火薬も強くしてるんで。で、ここで増殖して、ようやく、まあ次のレベルが上げられるよねって言ったような感じです。で、セクニの目標は10万点で、11万6000点だったので普通に上振れてます。なんでね、ここでね、ここら辺から本当に得意練習の固定の効果が出てくる感じですね。で、火薬はもうレベル4になるんで、まあ、ここは覚えつつって言ったような感じなんですけど、本当に途中でこんがらがっちゃうぐらいやばい状況になっちゃったんで、やばい状況って言っても、まあ動画の話じゃなくて授業がね、ちょっと書き込む数が多すぎてね。で、それプラスね、あの練習レベル4のところを覚えなきゃって感じで、ちょっとこんがらがってて、めちゃめちゃ時間費やしたターンがあるんですけど、それに関してはちゃんとカットしますと。で、ここで、はい、ゾーンが来て、まあ、あと3ターンで撃退って感じなんですけど、
まあ、うまい感じに拾えたらって言ったような感じなんですけど、今回の作戦は割とね、ほかがゾーンの無駄が少なかったのも、まあ、良かった点なのかなと思ってますね。でここで、はい。まあ、白浜が走って、で、まあ、火薬と釣りをね、睨みながら、これは金を上げながらタック踏めるから、まあ、ちょうどいいですよね。まあ、こういう感じで、まあ、なるべく踏んでいきたいよねと。このね、タックがね、気温下がる逆方向のね、練習でなってしまったら、本当に、運が悪いので、捕獲方向は結構な運要素は、やっぱりあるんじゃないかなと思います。でもね、やっぱハマった時は強いって感じなので、まあ、とにかく試行回数ではあります。ただね、そのね、平均的な強さを出すためには、やっぱり、合わせの存在はめちゃめちゃでかいですね。で、これね、もう風速19メートルなんで、ここで1個捕獲ゾーンを無駄にしちゃいましたね。これ、火薬1回目で、まあ、レベル4で他がゾーン起きるに、嘘です。はい、嘘です。一回起こしてたな。すいません、どっか見落としてたわ。なんで、ちょうどいいと。で、この一ターンで、はい、もう本当にギリギリですね。サーフィン星人来たんで。この一ターンでも今、風速20なんで、もうこれで踏んで、他がゾーンを踏んで、で、またね、迎え入れるって言ったような感じになってます。他がゾーンを。で、それをちゃんと、まあ、タックで迎えられたんでしょうかって中で、ま、ちょっとこれは、うん、すいません、カットし忘れてましたけど、まあここら辺は大した時間じゃないのかなということは。で、今のね、所持状況を見ると、まあ、赤の受けはがまっているので、ここをね、まあバイクにつけられたらって言ったような感じになってます。なんでこれによって、ある程度の技術精神は稼げるようになるんですよね。で、ここでヨットがまあ光って、まあ、これね、風速 20m なんですけど、なんでね、異常気象撃退プラス捕獲ゾーン襲来条件がね、風速で被っちゃうので、まあ一つ無駄にはしちゃうんですけど、適温で捕獲ゾーン踏むことができてるので、あと、そう、異常気象撃退で骨髄弁もあるんで、さすがにこれは行かざるを得ないなってことで、まあ一つ、まあ無駄にしちゃったような形はあるんですけど、これは全然良かった方ですね。ここのね、捕獲ゾーンをこじらせて逆方向に行ったら、まあさらに異常気象撃退が遅れて、一個ね、無駄にしちゃうなんてこともザラにあるので、こういう思い切ったのは多少はやっぱり必要ですね。で、この火薬がめちゃめちゃ強いですと。強いんですけど、さすがに休ませていただきますと。あ、これに関してはね、最初あれ使ったせいなんですけど、パードリをね。ただ、あのパードリの使い方は間違ってなかったと思うので、まあ仕方ないことだなとは思いますね。で、ここで、まあヨットで、まあ、大神がヨットと。もうこれに関してはもう、そうだね。これ、結局あれか、もう、剥がさなかったのか、白浜も。いや、嘘だ。これ、ヨットで拾わなかったのか。うん。大神をね、ヨットでつけずに、なるべくね、そう、強くした練習、固めた練習で踏めるようにって感じで、火薬。これも一旦待った甲斐があったね。めちゃめちゃ強いよ、これ。うおってなってる、本当に。で、これ、しれっとさっきカットしてるんですけど、やっぱりこの辺が授業忙しくなってるのかな。で、こういう感じで、技術変化精神が完走近く稼げることが本当に強いんですよね。筋力がね、どれぐらい稼げても、やっぱり筋力を吐くためには、技術も精神も必要ですから、技術精神が足りなかったら話にならないんですよね。で、技術精神に関しては、いくら余ってもコントロールに触れるので、いくらあっても足りないんですよね、今の環境で言えば。なんで、技術精神を、まあ、なるべく稼いでいきたいよね、って言ったような形になってます。で、ここら辺のターンは、スタミナ軸上げしつつ、まあ、適温に揃えつつって言ったような感じになってますね。やっぱり合わせ強いね。うん。こう見る限りは本当に。やっぱり経験点、まあ、高いレベルで安定するのは合わせの強さなのかなと思います。例えばこれがさ、虹谷とかだったら、この枠が。やっぱり異常衝撃体とかそういうのが安定しないわけじゃないですか。経験点がね。なんで合わせがね、最初からやっぱりダイビング持ってくれてるっていうのも強いですしね。で、ここはもう、次風速20メートルなんで、他がゾーン逆方向ですけど踏みました。まあ、その理由にはやっぱり苗字の骨髄もあるってことはかなり、でかいですね。んで、まあ、逆方向なんですけど、まあ、あとね、異常気象2回来るんで、まあ、セクヨンの残り8ターンまでに、まあ、2回のね、2回撃破できればいいって感じなんで、まあ、気温下げつつ、まあ、次に備えようって言ったような感じですね。はい。で、明神が2回目と、まあ、ここであることに一つ気づいてほしいんですけど、皆様は気づいておりますでしょうかと。で、これに関してはもう相変わらず技術ですと。んで、はい。まあ、サーフィン、ヨットと、あ、これはもう、サーフィン、ヨット、釣りはもう、頭の中で多分唱えてると思います。で、これは、どうだったっけ？
カヤックは行かなかったのかな。カヤックは行かずに逆方向なんで、行かずにもう一ターン待ちましたね、うん、で次の撃退ターンで他画像を踏みながら異常気象を撃退できたらいいよねって感じで、はい、セクさんが終わりました。これめちゃめちゃ長いんで飛びましたとはい、でここで踏めたのかどうかと言いますと踏めませんでしたと、はい、そういう感じです。なんで、まあ、これに関してはもう知らないっすね、うん、こればっかりは知らないんですけど、まあ、多少の犠牲は必要にしてでもやっぱり異常気象撃退っていうのも優先したい感じなんで、まあ、とりあえず筋力がバカ余ってるんで、まあ、取って取って取りまくって、とりあえず取って、まあ、余裕を生ませますと。でこれはまあ合わせ大神で 40% と、ここの枠が2次体だったら 20% しか取れないんで、この 20% の差っていうのは、まあ、結構でかいんじゃないかなと思いますね。で合わせて何気に打たれ強さのコツもらえるんでいいっすね。でここでまあもうヨットはもう弱いっすけどもういいやって感じで、はい、もうヨットにもう決めました、うん、ヨットとも生きていくことを決めましたと。まあこんぐらいであればいいね、うん、その最初ぐらいからヨットに固めておくとやっぱり経験点の偏りって出てくるんですけど、まあ、セクヨンぐらいだとまあ許せる範囲だなとは思ってます。でここはダイビングでまあ明神と共に踏みつつ、まあ直上げですね。なるべくねまあダイビングで踏んでいきたいんですよね、スタミナの直上げ的に。なんでこういう感じで、まあ、多少気温の無理があれどもここで踏んでいくと。でここ次 10m なんで、他画像送るんですけど、まあ、体力は足りないということで、まあ、体力回復ですね、うん、で異常気象も来るんでね、この次多分来るかな、異常気象が多分、うん、いやまだね、あと1ターンで来るか、うん、なんでまあいい感じに踏みつつ、まあ、これはまあ緑を浮き輪つけた釣りはね、まあ、ちゃんと強い練習なので、はい、早川に、まあ、つけたって言ったような感じですね。なんでねこのね2回目の浮き輪ですね、2回目の浮き輪が何色かっていうのも結構な上振れ要素にはなってくると思います。今回自分はねちゃんと緑の浮き輪をね2回目で引くことができたので、こういう感じで強かったのかなと思います。で気温もちゃんと下げられて、でここで異常気象撃退をまあ間に合いますね、絶対に間に合うので、はい、なんですけど、まあ本当はねサーフィンでね一旦待って行きたかったんですけど、怖いんでやっぱり撃退できないのが一番ダメなんで、これは安全卓でもう大神しかいない練習で、嘘だ、白浜しかいない練習で撃退して、でまあもう他画像をねやっつけていく動きにしていこうかなっていったような感じですね。まだねレベル4残ってるので、まあ、そこを見つつっていったような感じになってます。でここでねまあ打たれ強さのコツはもらえるんですけど、まあ、今回必要なかったね、合わせ白浜いればさすがに足りたと。でまだまだ残ってるんですよね、うん、サーフィンに釣りに、で残りターンがあと4ターンぐらいなんで、まあもうあんまりできないなということで、まあ、とりあえず休んだね、とりあえず休んで様子を見て、で次踏めるかどうかって感じなのかな。でまあいいのが踏めたよねってことで、ここで踏むんですけど、まあ、端的にもう1個しか処理できないので、まあこればっかりは、まあ、しゃあない点ではあるんで、なるべくね早い段階でレベル4を作るっていうのが大事ですね。でここで合わせがなんと、はい、1回目です、はい、合わせが走りませんでした。もうこれ結果から言うんですけど、かなりのこれは下振れ要素ですね。ディレイドアームと、あとマインドブレーカーが取れないのはマックスほど痛いので、まあ、逆に言うと合わせ抜きでこれぐらい走ったっていうのは強いと。でヨットやるやんと、これはヨットやるやんでしたね本当に。まあ技術が欲しかったところであるんですが、まあここまで強くしてるとヨットでもちゃんと1000点1000点1000点みたいな感じで稼げてるのが強いですね。で今このデッキ見て思ったんですけど、立川瑞稀のイベントはまあ打たれ強さ多少必要なくなるよねって感じではあるんですけど、まあ立川の強さって実はもう一つあって、怪我してねまあ練習できなかった時、まあ、普通にやる人が下がっちゃうじゃないですか。立川をねサポートに入れてると、あの怪我した時体力回復してくれるんですよね、30でやる人がも下がらないんで、そういうのも立川のケアとしては一つあの強いのかなと思います。なので立川は強いですね。ただね肘に関してはちょっと言われてて、肘のせいで多分合わせ走らなかった面もあるかもしれないんですけど、イベントはやっぱり重くなっちゃうね、コンボイベントを入れちゃうと。なんでね肘を入れてイベント圧迫しちゃうのもどうかなと思ってますね。
でこれは最後ホカガゾーンを踏んで、まあ、甲子園に、まあ、行きましたと。最後ね強いカヤックを踏めてよかったね。で変化ポイントも足らなかったんですけど、まあ、ちゃんとねカヤックを踏めることによって、まあ、最低限変化球は上げられたのかなと。今回中継ぎ育成なんでね、結構変化球っていうのは大事になってくるんで、まあ、変化ポイントが足らなかったっていうのは結構痛かったんですけど、まあね、ちゃんとね練習固めておいたおかげで、まあ、上げられたのかなと。で経験点がもうカラッカラになってるんですけど、まあ、ここから、まあ、どんどん稼いでいくっていったような感じですね。そのためにやっぱ骨指をね踏んでいくんで、ここでね骨指が起きるかどうかっていうのもかなりのね上振れ要素になってくるのかなと思います。今回はねちゃんと骨指がね現れてくれて、まあ、このターンも現れてくれたんでよかったねと。しかもねスタミナを直上げをしながらですよ、しながらちゃんとね名字のね、まあ、経験点をね960オールですよ、これがもらえたのがめちゃめちゃ強いですよねと。で2回戦も勝って、まあ、3600オールと。やっぱお守り強いっすよねこれ。まあ、入部届ね、ついに自分枯れちゃったんですけど、あまり投手での入部届の強さは感じなかったんで、まあ、最終的に野手で使ってたんですけど、まあ、野手はね、めちゃめちゃ強いですね。ただね、投手で言えば全然お守りでもいいなと思います。まあ、各自分、お守り枯れかけてるんですけどね。で、ここでまあ、2位だったんですけど、まあ、良かったねと。で、まあ、合わせが走れなかったんですけど、はい、ちゃんと経験点が出たんで、まあ、良かったねと。はい。これで、まあ、ほぼほぼ全員走ることができたと。なんでね、本当に金徳1個損したのはもったいなかったですね。で、37万と。37万とかやばいでしょう。考えられない経験点ですね。野手より出てる、本当に。フリート強化より出てるんで、これが強さですね。で、まあ、金徳取って、まあ、残り、まあ、振りながらって感じなんですけど、まあ、ここもね、ちゃんと頭使ってやらないと、まあ、こういう感じで、J に届かないので、まあ、この余った変化ポイントをね、どういう感じで使っていくのかって感じですね。うん。で、これ2つ上げられて、まあ、これ9に行きましたと。で、この残りの経験点でどう J に行くのかって感じなんですけど、まあ、考えどころですね、これは。うん。考えながら振ってますと。まあ、さすがにね、自分もバカではないので、うん。多少授業を受けながらでも、こういうのはやってます。はい。で、これやっと J に行けたんですけど、まだちょっと筋力技術余ってるんですけど、もう行きましたね、はい。まあ、これで行きましたと。はい。なんで、J ランク育成できましたというような感じで。まあ、やっぱりね、合わせがめちゃめちゃ強かったんですけど、合わせが走らなかったという。まあ、強いのか弱いのか分かんないですけど、まあ、強いことは確かですね。で、まあ、ちゃんと更新ができて、まあ、今、装備品ありの状態で言えば、チームランクは J 黄色5なので、まあ、悪くはないのかなと思います。その課金者の人とか、J 黄色9とかいるらしいんですけど、まあ、過去一近づいている状況なのかなと思いますね。という感じの動画でした。はい。皆さんもね、合わせ、まあ、ボックスに眠ってるのであれば、まあ、使ってみるのもありなんじゃないかなと思います。でね、ホカカホリデー、投手のね、査定に悩んでる人は、一回ね、中継ぎデッキっていうのをやってみるのがいいのかなと思います。適正で言えば、虹谷より大神の方が高いので、まあ、そういう点で強く使える面もあるんじゃないかなと思っております。という感じの動画でした。皆さんの意見などもコメント欄で教えてください。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。